俺さ、こないだ、ツイッターで、ツイッターじゃねえ、X か、X で、フォロワーさんからさ、アーモンド効果っていうね、なんか、紙パック、野菜生活みたいな紙パックに入ってる飲み物を教えてもらってさ、飲んでみたんだけど、あれ、超うめえな。あれ、めちゃくちゃうまい、マジで。なんか、俺が今まで飲んできたミルク系の飲み物、なんか、抹茶ラテとか、カフェオレとかさ、そういうのの中で、一番うまくて誇張抜きで毎食飲んでる朝昼晩あと寝る前みたいな。いや、これ案件じゃないよ。別に俺森永から案件来るほどの力もないし品性もないからさいや、でももう本当になんかもうなんか狂ったように最近飲んでてさ、なんか肌荒れそうなんかよく聞くじゃん、そういうなんかナッツ類ってさ、過剰摂取したらニキビの元ですよみたいな。大丈夫かな、なんか俺ニキビでブツブツになんないかなちょっとなんかそうなる前にさ、なんかアーモンド効果の代わりに朝はアーモンド効果で昼はこれ飲んでくださいみたいな、なんかおすすめの飲み物みんなない？ちょっとコメント欄で教えてくれというわけで、はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは、ドクター翔気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。一息で言えなかった。このコースね、昨日、二次三次っていうすごい有名な VTuber グループの公式チャンネルで、ライバーさんがね、なんかわーわー言いながらやってたんで、ちょっと俺もやっていきたいと思います。左を向いてはいけない1の1、クリア率 10.24。まあ、こういうコースがあったら最初は左向いてみるよな、死ぬよな。なるほどね。まあでもこういうコースってさ、なんか俺たちからしたら、ズルしたいやん。あ、くそ。いけるわ、これ。左向いても生存できる。これでね、ブラパ落ちてくるから、これ、ハテナブロックの上へ乗れないように見せかけて、ここなら生存できないんか。ちょっと、ここのハテナとハテナの間で生存みたいな、なんか、テクいことできるかなって思ったけど、無理か。ちなみに、これ、土管入ったらどうなるんだ？あ、入れる。で、この先、1の2は？あ、普通にいけるやん。ちょっと待って、ここで、ミスらないように。あー、戻されとるやんクソがなんだよそんじゃまあ普通に行くか。あ、待って、これさ、バカ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 、俺がやりたいことあったのに。これここスター入ってるから、このスターでこう上登って左禁止の1の1、左向いても生存できますよと。これあれか、この左向いたら作動する仕掛け、もうこいつを足場にしてね、もうやりたい放題よタイヤリ、あー、俺は諦めねえぞ。ここでピースイッチが切れるまで待って、これでオッケーまあ一応ね、ズルを使わない正規ルートでのクリアテイクもみんなに見せておこうかな。よいしょ。ここちょっと怖いんだよな。あぶねえ、オッケー、ナイス。はい、対戦ありがとうございました。いや、今めっちゃ綺麗に決まんなかったああいうプレイ俺普段からしてえな。え、これワンチャンベストタイムある？ベストタイムある、ナイス。ジャンプ禁止、シーソーアドベンチャー、クリア率 0.4 何歩やっていこう。これマジで言ってるこれマジで言ってる。これつまりあれだよね。これで登れる、あ、登れるんだ。これでゴール条件失わないように、怖っ。待って、めっちゃ怖い。よいしょ、オッケー。こういう感じで行こうねって感じだよね。あー、いけるね。で、こっから降りてって、で、こうやってピンクコイン取ってって、頭おかしなるって、これ。よいしょ、登れる、オッケー。こっち降りれる、いけるね。ってことは、ここもいける。で、最終的にこのピンクを集めて、そこの鍵ドアまで登りましょうってことだよな。ピンクコイン取るために、はるばる上まで行かないといけない。しんどいな。うわ、危ないな。いける？なかなか登れない。ちょ、待って。しんどい。待って。いける？これ、いけた。うぅ。で、次。集中。よいしょ、ナイス。あ、危な！ちょ、待って、降りたら登るのがマジでしんどい。まあ、このコースクリア率 0.4% ってあるけどさ、何が 0.4% たらしめてるかって言うと、やっぱ長さだよね、これ。よいしょ、いけた。この真上移動やっぱむずいな。よいしょ、一回一回のこのシーソーの移動はそこまでなんだけど、これ先にこの下取っとくか。よいしょ、オッケー。ただ、それがこうやって何十回もなんかこれシーソー渡りましょうってなったら、なんかね、どっかしらでミスるんだよな。集中。よいしょ、危な！で、こっから斜め移動は意外といける。本当に意外といけるか？まあでも勢い余って足踏み外さないようにっていう、そこだけ注意。よいしょ。で、ここの真ん中は取っておくべきか。まあ取っておこう。よいしょ、オッケー。で、はい、登ります。こっち。で、これ一番上の、このシーソー。今、マリオがいるところの上から平行移動で行くんじゃなくて、こっから行った方が多分、行きやすいな。意外とね、この平行移動って、事故りやすいことに気づいた。ちょっと多分、編集でカットしてるからさ、この、真横のシーソーに平行移動するの時に足踏み外してゴール条件失うっていうテイクは、まあおそらくカットされてて、
視聴者には映ってないかもしれない。ごめんな。まあ多分なんかどっかしらでこういう感じでミスったんだよみたいな風に見せれたらいいな。うん。まあどうせここも早送りしてると思うからさ。どうせここも早送りだからさ。みんなには何も聞こえてないと思う。だから適当に喋ってもいいや。ああ、うんこうんこちんこちんこちんこ、おっぱいおっぱい、よし。とりあえずあとキングコインは1枚。さあ、よいしょ、オッケー。で、ここ。で、降ります。どうやって降ります？こっちに降りる。集中。よいしょ、ここ。うん。で、はい、こっち、オッケー。で、はい、ここ。で、こうやって、ジグザグに降りて、次左。で、次右、いけるね。右いけるね。よし、こえ。で、はい、これでピンコ揃った。よし。あとは、うわ、最後に平行移動が待ってるのか、いけるか、これ。よし、あぶね。よっしゃー、対戦ありがとうございました。あー、神経使う。ナイス。キングスライムの丘バージョン2。ほーほー、おもろそうなん出てんじゃん。やっていこう。クリア率が 0. なんか、まあまあ高めだったな。0.7 とか、そんくらいか。まあでも出たばっかりだから、なんか上手い人がたくさん遊んでるって説もある。よし、対戦よろしくお願いします。ピンして。あー、すげえ、なんかあれだな。前作の要素をいろいろ感じる。最初はここスピンして、よいしょって言って、カロンコーラ持って、ここで投げて、しゃがみくるりんして、うん、それ当たるわ。ちゃんと避けよ。オッケー。で、もう一回スピンして、くるっとして、2段、3段か。で、当たって、あ、別に3段ジャンプじゃない、ここ。ここは普通に道なりに行く感じでいいのか。上行ってこう進んで、おぉ！なんか矢印でここジャンプだなみたいなのも読めてるけどさ、何のためのジャンプかっていうのをちゃんと把握できてない感じがするよね。ここ、ちゃんと避けて、オッケー、スピンして、こいつもとりあえず避ける感じでいいか。1、2、ここ3段だね。どっかでこいつら踏むとかあるか、甲羅を踏むみたいな。これ投げる。はい、押す。おう、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 めっちゃ炎。投げる、違う！よし、この先、このパウは、こっちで投げる。オッケー、ナイス。残り22秒。そこ叩け！終わったわ。ここ集中。ちゃんと叩いて、オッケー。それで、あー、なるほどね。ここで P スイッチが出るからくるっとして、よいしょ、先に進めて、よいしょって言って投げて、しゃがんで、おい、なあ！ここまあまあ忙しい。よし、投げて、くるっとして、よいしょ、オッケー、いいよ、くるっとして、よし、ほい、ヒップドロップして、投げて、オッケー、ナイス。ちょっとごめん、このコース、録画できてなくて、ちょっとなんかクリア方法全然わかんねえってすげえ苦労しながらクリアしたコースなんだけど、取れてなくて、ちょっと、ごめん、改めてやらして。ウノマース、キークオークス、クリア率が、俺がやった時は 2.0 何歩とかだった。はい、これね、どういうコースかっていうのを軽く説明すると、これね、緑の子の子、こいつだけ鍵持ってるんだよね。で、これ鍵ドア入って、これだけかなって思いきや、これね、もう一つ鍵を見つけてくださいっていう、そういうコースなんだよ。で、その鍵がどこにあるかって話なんだけど、でさ、これね、いろいろ俺調べたんだよ。そしたらなんか隠しあるじゃん、なんだよ、そういうことかよーって思いきや、この上なんもないんだよ。この隠し登った上で、なんか壁当てコーラーとかやったら、これ上登れるかとも思ったんだけど、そういうのもなくて。じゃあ、このコースどうするかっていうと、最初こうやってね、踏んで、この緑のこのこの中身を赤コーラに入れる。で、赤に入った瞬間、こうやって上投げして、のこのこを気絶させるの。で、こうなんか緑のこのこが赤コーラの中に入ってますよっていう状態作って、こうドアに入ると、なんかね、緑のこのこと赤のこのこ両方から鍵が取れるっていうね。なんか、なんでこうなるみたいな、そういうのはちょっと俺、わかんなかったけど、なんかこうなる。で、これでクリアですっていうね。これよくクリアしたなって思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。くそ。これさ、クリア方法分かった時俺さ、めっちゃなんか、みたいなすごいリアクションできたのに、あ、これ、ちなみにこれ下のコメント欄オンにしてるのはね、コメント欄オンにしたら誰かがヒント書いてくれるか、くれてるかなって思ったんだけど書いてなかった。